みなさんこんにちはということで、リンクスリングスやっていきたいと思います。はい、今回もね、キャラクター別立ち回り講座ということで、はい、今回はルル来たー、ルルちゃんということで、テクニックタイプですね、めっちゃ初期からいる、うん、そうですね、はい、キャラなんで、ルル試してみますか。じゃあ、置きますよ。はい、あ、やつを、はい、やつをということで、助けてハス君ということで、ハス君がこうやって自動で敵をね、ロックして攻撃してくれるという、はい、まあ、射程内に入った敵を、まあ、こうやってね、継続して攻撃してくれるというのがこのハス君、うん、結構射程も長いですよね、ハス君自体。うん、で、まあなんでこれと合わせて自分も攻撃しながら、うん、火力を出していくと。もう普通のこっちの攻撃と変わんないですかね、こういう感じ普通に強い。なんで、ただハス君もこれ HP あるんで、ハス君殴られたらやられるんですよね。そうなんですよね、はい、そうです。あとはハス君多分時間経過で HP がどんどん減っていく、ね、時間でもそうですね。で、まあ、それも一応アップデートでね、ちょっとだけタフになったんですけども、まあ、それでもやっぱりね、ハス君が削られるとさすがに消えちゃうので、まあ、その辺も意識しながら、あんまりだからこう前の方にハス君落ち着いても、こう狩られちゃうっていう、ことがよくあるという感じですね。まあ、でかつ、こう隣とかにで攻撃しても、両方殴られて両方ダメージ受けるみたいな。そうですね、範囲攻撃みたいなね。そうだから、そうそうそう、なんでちょっとハス君からは距離を置いた方が、まあ、戦いやすいのかなっていう、うんうん、ね、感じはしますね。はい、ということで、スペシャルスキル打ってみますかね。打ってみますか。はい、打ちますよ。はい、お願いハス君。はい、こうやってこう、ビーム。あ、ちょっとギリギリ届かなかったか、はい、一応こう方向は自分で決められるんですけど、はい、こうね、極大ビームみたいなこうボーンって放つというのがこの、ルルちゃんですね。こう見た目によらず、だいぶ殴りキャラっていうこれ強いっすよね、いきなりこれやられると。特になんかこうね、相手の防御力下げたりとかそういうことができるわけじゃないんですけど、相手の結構火力支援みたいな、うん、遠距離からチクチク殴ってくるみたいな立ち回りが、まあ、ルルちゃんかなと、うん、いうところですね。はい、じゃあ武器見ていきますか。はい、はい、ということで、ルルちゃんは、まあ、ヤタガラスが多いかな、うん、確かに、うん、はい、火力出しやすいかなって感じはするんで、まあ、そんなにめちゃくちゃ離れて殴りまくるってわけでもないんで、ルルの場合はね、まあ、ある程度の距離から打っていくって形が、まあ、メジャーな戦い方かなと思いますね。ヤタガラス以外だと何がおすすめなんですかね。岩盤転移とか、あ、まあ、強い系、確かにね、はいはいはい、まあ、あの相手 の, あの足を遅くする、そうですね、遅くするやつですね。ああ、でこっちに近寄らせないでみたいな、確かに確かにあるかもしれないですね。なるほどな、はい、ということで、はい、じゃ今回もね、もうすでに戦いの映像ね、はい、ありますので、それを見ながら解説していきたいと思います。はい、はい、ということで始まりました。はい、ここはマリシャが、マリシャ艦隊ですね。ちょっと戦いにくいですね。こう、まあ、ルル側としてはね、結構建設工事タイプのやつとこうね、いい感じの有利距離戦いたい感じはあるんで、ちょっとまあ遠距離攻撃系が多いとちょっとね、ちょっとあんまりこう旨味が出てこないって感じになりますけどね。はい、ということで、まずは手前のタワーからしっかり取っていくって感じですかね。まあ、ルル基本やっぱこうパワータイプの援護射撃、はい、になるんで、しっかりハス君を置いてって、ね、はい、いいですね。これも実際3対1ですもんね。これそうですね、3対1です。ちょっとまあハス君からで、ここで今ハス君とちょっとこう今離れたことで、まあ今ニーヤーのスキルをハス君は受けなかったみたいな、うん、そうですね。なんかまとまっていない方がいいんでしょうね、やっぱり。そうですね、うん、まあやったね、こうリジャーにね、引き殺されたりするんで ね、 ね、一緒にいるとね、なんで、ちょっと距離を保っていくのがいいかもしれませんね。で、今ハス君が時間経過で消えるという感じですけれども、もう一回置けますね。で、これはまあディフェンシブな置き方というか、うん、ここのね、真ん中のタワーを取られないように、仕掛けたという感じですかね。そうですね、置いていけば。現状結構ね、ここは自分のチームがプレッシャーかけられてるんで、そこまで入り込んでくることも、うん、まあなさそうかなっていうところはありますけど、ね、うん、さあ、その間に、B がかなりね、奥まで来てる人がいて、そうですね、一緒にで、これ、範囲に入っちゃってるんで、ここでちょっとここで、そうですね、打つとちょっとなくなっちゃう、マリちゃんニアワーズというの、これはこれは、はい、停止して打つ技なんで、ちょっとね、食っちゃいましたけど、最後から上がっていく、まあ、これ B 側から、まあ、C に向かっていこうってことですかね。そうですね、はい、味方の、6サーヌと合流しながら、まあ、B の一旦タワーを取り返していこうという、うん、はい、まあ、やっぱ言うとテクニックタイプなんで、
パワータワーを山のタワー立てないことですよね、うん、テクニックですから。そうですね。さあそして上がっていくと、ただ相手もねマリシャが3で、まあ、リリア1なんで、うん、まあ、そんななんかね、まあ、ここでいきなり来ちゃったら、ね、また来ましたね。これはもう多分ど真ん中で打ってるんで、さあ間に合えばっていう感じなんですけど、これで、はい、ちょっと、ね、倒しきれないちょっとグワーってこっちに、まあ相手でした、はい、うん、多分衝撃がちょっとかすったのかなっていうぐらいなんですね、うん、まあでもかなり削れてはいるんですけどね、それでも、うん、さあちょっとね、今の惜しかったところですけども、まあ、なんとか返していこうという、さあマリシャと戦ってますね。ここでクンルーちゃん、さあそして味方のマリシャもスペシャルを打っていくという形。おお、逃げましたね、うん、さあただもう間に合わないですね。はい、ヒットで倒すと、うん、さあこの間ね、タワーを返していく。さあもう20秒、はい、さあ相手は今多分3人で、今倒しされたマリシャが、帰ってこようという感じだと思うんですけども、さすがにこの時間であれば、リードを守りきれるということですね、はい、はい、ということで、守りきって勝利と。よしよしよし、いうことですね。結構やっぱり厳しい戦いでしたね。厳しい戦いでしたね。マリシャはきつい。マリシャはきつい。そもそもね、射程も長いし、はい、うん、はい。じゃあ次も見ていきましょう。はい。はい、ということで2本目ですね。はい、さあ今回はテクニックタイプが自分一人しかいないという、いうことなんで、しっかりタワーを、キープしていきたいという感じですね。うん、さあ最初は、まあ、A から上がっていく形ですね。基本的にはでパワータイプがまあ割と多いんで、これはまあ真ん中取りに行く感じが、うん、で手前から立っていく、そうですね、鉄板っぽいですね、うん、さあ穴が突っ込んでいって後ろから、うん、ルルがサポートに入るということですね、まあ、この辺の距離感ですよね。さあハス君をまずは降りていく、うん、置きつつタワーも作って、はい、左側にかなり寄ってる感じですね。そうですね、左も寄ったそうだったんで右、はい、で一旦右の D を取りに行くんですけど、一旦ですが、来たのがレリウスだったんで、あ、これ悪い、レリウスはさすがに勝てないんで、ギリギリね、多分届かない距離でしたね。なんでちょっと追っかけられると、今ハス君使えなかったんですけど、はい、ハス君こう逃げる時も使えますよね。あ、一旦ハス君置いて、置いて逃げる、時間稼いでもらって、ね、とかもできます。こうデコイとして置いとくみたいな。そうですね、さあそして、こっちのタワーを立てました。さあ、で真ん中あたりがまた取られそうですね。さあ、でこっちを広げていく。さあ、真ん中も大きめのコネクトができそうですね。さあ、つながりますかね。これで SP 溜まりましたね。はいはい。で、真ん中に戻って、タワーを奪いながらエネルギーを回収していこうという。さあ、その間、左側が結構そうです、左が結構やばいんですよね。大きめのコネクトで取ろうという動き見えますけど、ただちょっとこっちも一体一人なんで、あんま中まで入れないんですよね。確かに。さあここはスペシャルスキルで強いですね。使ってみましたね、ハス君プラススペシャルスキル。さあ今見えましたけども、このスピード感はやはりゼファーということで、いやこれね、ハス君がハス君が溜まってないとやっぱね、一応殴り合ってますが、さすがに手数もね、多いね。ハス君もいないし、近距離ってもう、ね、最低な条件ですからね、ルールにとって一番普通の状態のそれはさすがに目の前で勝ち合って殴り合うとああいうことになる。いや本当にそうなっちゃうんで、それだけ気をつけないとって感じですね。いいですね。まあ、火力が出なそうに見えるゼファーでもやられてしまう、ね、だから距離を置いてハス君と一緒に戦うのが基本。そうですね。なんでまあなんかそういう、なんていうんですかね、マリちゃんみたいなド派手なことしてるわけじゃないんですけど、うん、プレイしてる時はすごい楽しいですね、やっぱね。やっぱハス君管理が、ハス君管理大事、生存につながりそうなね、はい、感じがしますよね。さあここはでも一旦ハス君を握った状態で左側を取りに行こうということですね。敵いないですからね、こっち。ただこれも早めに切り上げないと、結構ここにいる時間が長くなれば長くなるほど真ん中がね、かなり怪しくなってくるので、ただまあもう残り10秒なんで、そうですね、まあもう取れるだけ取れて、まあ返していこうという感じですかね。はい、はい、はい、こんな感じですね。終了と。結構やっぱりハス君使いが難しいと。難しいですね、まあいろんなところで使えるんで。そうですね、はい、はい、ということで見てきましたけども、はい、まあ、やっぱりルルちゃんはね、遠距離からの攻撃と
というところがメインのね、立ち回りかなと思います。原さんどうですか？そうですね、よくルルはなんかこうハスクンが本体とか、はい、はい言われてるんですけど、うん、結構そのヤタガラスって当たりにくい武器って言われてるんですけど、うんうん、ルルはこうハス君を狙わせてる間にヤタガラス全弾当てられる。マリシャよりは多分火力ってちょっと下がるんですけど、うんうん、その分なんかこう妨害にも動ける、うん、割とこう臨機応変に動けるテクニックタイプなんじゃないかなと思います。まあそうですね、それはあるかもしれない。結構俺は上級者かなり上級向けだと思うけど、お手軽な感じじゃないですよね、はい、まあ、マリシャって言っても、まあ、スキルポンポン打っとけばなんとかなるみたいなね、そこにもあるんですけど、はい、ルルそういうわけにいかないんで、あとハス君置く場所とかも、うん、僕まだまだあれだと思うんですけど、もう慣れてくれば本当に、うん、多分もっといいここだっていう置き場が分かってくるとさらに楽しくなるんじゃないかなっていう。はい、ということで、皆さんもね参考にして戦ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。